ちょっと待ってください。プライベートの用事ですよね。それはできません。俺は仕事ですらない課長の指示に我慢ができずに言い返してしまった。英語が話せるわけでもない、何のスキルもない中卒のあなたをまともに雇うメリットなんてないわ。この人の冷たい視線にゾッとしたが、俺は負けるものかと睨み返した。しかし、すぐに後悔することになる。俺の名前は栗山和樹。実家は祖父母の代から続く老舗の和菓子屋だ。中学生の俺でもわかるくらいに、ここ最近は客足が減って経営が苦しい。夜になると父親はいつもどこかに電話したり、険しい顔で電卓を叩いている。俺は母さんが心配そうに親父に声をかけている姿をよく見た。どうやら親父は過労とストレスで体調を崩しているようだった。そんな光景を見ていた俺は何か手伝えることはないかと両親に聞くのだが、二人は決まって、和樹は勉強することが大事だよ、大丈夫だよ、と言う。優しい両親と物心ついた頃から当たり前のようにある和菓子屋が俺は大好きだった。少し痩せて小さくなった親父の背中を見ると焦る気持ちが募っていく。そんな矢先の出来事だった。授業中、担任の先生がやってきて俺を呼ぶ。栗山、ちょっと来てくれるか？クラスのみんなに注目されながら廊下に出ると、担任が静かに告げた。今、お母さんから連絡があってな。お父さんが倒れたそうなんだ。病院まで先生が送ってあげるから一緒に行こう。親父が倒れた。俺は担任の言葉をただ繰り返すだけだった。呆然とその場に立ち尽くす俺を担任がそっと肩に手を置いて促す。教室の窓にはクラスメートが興味津々といった表情でちらちらとこちらを見ている姿が見える。俺は担任に促されるままその場を離れた。道中では担任が励ますようにずっと話しかけてくれていたが、俺はろくに返事もできないでいた。夏だというのに、体の芯がどんどん冷えていく感覚を味わう。嫌な予感がしていた。ようやく病室に到着すると、体中をいろいろな管でつながれた親父がベッドに横たわっていた。親父！駆け寄って呼んでも、親父は目を開けない。お父さんね、もう目を覚まさないかもしれないの。それだけ言うと、母さんは泣き出してしまった。後から分かったことだが、親父は何回も不整脈を起こしていたそうだ。今から思えば思い当たることがある。時々何かに耐えるように、椅子にじっと座っていることがあった。俺や母さんが心配しても、ちょっとお店のお客さんが減ってきたから考えてるんだよ、と言って笑っていた。今回、親父が意識を失って、初めて俺たち家族は親父が相当しんどかったであろうことを知る。何もできない自分が腹立たしいし、辛い。数日後、親父は目を覚まさないまま、この世を去った。老舗の和菓子屋とは言っても、両親だけで切り盛りしていた小さなお店は、親父がいないと経営は厳しかった。従業員を増やす余裕もなく、営業時間を週3日に減らして、母さんは近くのスーパーでパートを始める。俺も母さんも、何としてでも、この店を守り続けたかった。母さんの苦労を目の当たりにした俺は、中学を卒業したら働きたいと思うようになっていた。中3になっても受験勉強はせずに、求人サイトばかり眺める日々。しかし、どこにも働き口はなかった。俺はため息をついて部屋のベッドに突っ伏した。やっぱり勉強して高校へ行くべきかな。体を起こして机の上にある教科書を見つめる。そして教科書に手を伸ばそうとしたその時、一本の電話が鳴り響く。開花の店の電話だ。今日は店は休みで、母さんはスーパーでパートの日だ。母さんから電話ならスマホに直接電話があるはずだけど。いぶかしがりながらも開花へ降りて電話を取る。はい、栗山です。和樹くんだね。お父さんと仲良くさせてもらっていた幸田と言います。和樹くんのお父さんのこと、大変だったね。おじさんは和樹くんのお父さんに大変お世話になっていてね。何か困っていることはないかなと思って電話させてもらったんだ。お母さんとお話しさせてもらえるかな。母は今いません。そうか。ではまた電話させてもらうよ。お母さんに伝えてくれるかな。では。生前父がよく電話していた相手は幸田さんではないかと俺は直感した。そして俺自身この声に聞き覚えがあった。よく店に和菓子を買いに来てくれる人だ。電話を切られそうになる前に呼び止める。待ってください。父はあなたと何を話していたんですか？教えてください。幸田さんは電話の向こうで笑った。和樹くんのことだよ。え？和樹くんは和菓子が大好きなんだってね。小さい頃はおばあちゃん子で、おばあちゃんが和菓子を作る手を飽きもせず何時間もじっと見つめていたそうじゃないか。それにいつもお父さんのこと心配して和菓子屋を手伝おうとしていたんだよね。お父さんは将来和菓子屋を継がせたくないと言いながらも嬉しそうに話していたよ。その瞬間、胸が熱くなる。何か手伝えることはないかと聞いたとき、いつも親父は勉強することが仕事だと言って手伝わせてくれなかった。てっきり俺に継いでほしくないと思っていた。幸田さんなら相談に乗ってくれるかもしれない。俺は親父が残した和菓子屋を守りたいという話を打ち明けた。まずは生活費を稼ぐために中卒で働きたいということから話し始めると、幸田さんは驚きの声を上げた。それでも反対するわけでもなく、じっと話を聞いてくれる。俺が話し終えると、幸田さんが、そうだねーとゆっくりと口を開く。私の親友が食品会社を経営しているんだけど、そこで働くかい？俺はまさかの展開に受話器を落としそうになる。母さんに中卒で働きたいと相談した時は甘いと怒られた。そして求人票を眺めているうちに自分の考えの甘さを実感していた。しかし、幸田さんに相談したことで俺は働く道を見つけたのだ。その後母さんはずっと反対していた。幸田さんは母さんに一旦働いてまた学生に戻って高校に通ってもいいし、高卒認定試験を受ける方法もあると話してくれた。おかげで俺はなんとか母さんを説得し、面接を受けることに。幸田さんは社長と学生時代からの親友だという。そんな幸田さんが俺を推薦してくれたため、面接はすんなり通った。そして春。俺は幸田さんの紹介で食品会社の事務員として働き始める。はじめまして、栗山和樹です。よろしくお願いします。よろしく、和樹くん。うちの子とそう変わらない年齢なのに就職して偉いわ。頑張ってね。隣の席に座る女性事務員が挨拶を返してくれた。ここの課は女性ばかりだ。そんな中に男の俺が一人。俺は少し照れてしまった。すると周りの女性事務員たちが一斉に「かわいい!」と声を上げる。俺は余計に照れて顔を真っ赤にしながら「頑張ります」と一言だけ言うことができた。周囲の助けで電話応対や書類作成など一通りの事務作業はなんとかこなせるようになった頃、転機が訪れる。突然課長が変わった。それまでの課長はあと数年で定年を迎える男性だったが、家庭の事情で早期退職することになった。代わりにやってきたのは社長の娘の山上明子である。山上課長は社長の娘として注目される存在だが、初の女性管理職としても注目されていた。大学も日本で1、2を争うトップクラスの国立大を出ている。ただ、とても評判の悪い人物で、かの女性たちが詳しく教えてくれた。今度来る山上課長に目をつけられると厄介だから気をつけてね。これまで彼女に振り回されて辞めていった人間がたくさんいるっていう噂よ。厳しい人なんですね。それだけだったらいいんだけど、社長の娘でしょ?なんと説明すればいいかしら。和樹くんにはこういうことを教えたくないけれど、とりあえず何か言われたらあまり逆らわずに多少のことは目をつぶることね。山上課長に逆らって会社に居づらくなった人が多いのよ。そうなんですね。ここ以外で俺を雇ってくれるところなんてないんで気をつけます。そして翌週には噂の山上課長がやってきた。山上課長はヒールをカツカツ鳴らしながらフロアに入ってきた。フロア全体の空気がピリッと引き締まる。皆さん、おはようございます。山上明子です。今日からこの課に配属になりました。最初に言っておきます。能力のない人は自覚して仕事に励むように。できないから許されるとは思わないでくださいね。できないことを自覚したなら、できるように努力してください。シーンとフロアが静まり返る。返事は?フロアから「はい」という返事がバラバラに聞こえる。山上課長があからさまにため息をついた。俺はこれまでと違う空気を感じて身構えた。すると山上課長と目が合った。あなたが栗山和樹さんね。ちょっと話があるからこっちに来てくれるかしら。周りの事務員が心配そうに見つめてくる。隣の席の女性事務員は俺の肩を優しく叩いて「気をつけてね」と言った。自分の席に座って荷物を整理している山上課長のところへ行く。山上課長は手を止めて俺を見た。あなた、中卒なんですって?よく父が採用したわね。うちの会社は大卒以上じゃないと面接すら受けられないはずよ。どうやって父に取り入ったわけ?取り入ったって、そんな、俺はただ幸田さんの紹介で雇ってもらったんです。中卒に何ができるのか私は疑問だわ。それに大学へ行かないなんて選択肢は私にはなかったけどね。父が許さなかったし。そんな父が採用したってのが不思議だったけど、幸田がバックについてるってわけね。言い方にトゲがあり、言葉の端々から中卒は仕事ができないと言いたげなのが伝わってくる。俺は嫌な気分になったが、なるべく相手を刺激しないように気をつけた。幸田さんのおかげでここにいるのは事実です。ですが、それだけではないこと、これからの俺の仕事ぶりを見て判断してもらえませんか?私が大学行くためにいろいろなことを我慢してどれだけ勉強したか。そうして父の言う通りに我慢して辛い受験生活を過ごして、やっとのことでトップクラスの大学に入学したの。まずあなたとはスタート地点からして違うのに、どう評価すべきか悩むわ。山上課長は自身の派手な爪をいじりながら吐き捨てるように言った。明らかに馬鹿にされていると分かっていたが、俺はぐっとこらえた。まあ仕方ないわね。中卒には中卒なりの使い道があるでしょう。じゃあ、クリーニングに出してきた服を取りに行ってくれるかしら。仕事が忙しくてなかなか取りに行けなかったのよね。それから帰りにアイスコーヒー買ってきて。コンビニのはダメよ。駅前にあるお店のコーヒーがいいわ。ちょっと待ってください。クリーニングの服ってプライベートの用事ですよね。それはできません。こらえようとしたものの、山上課長の仕事ですらない指示に我慢ができずに言い返してしまった。すると山上課長は席から立ち上がり、俺を睨みつけた。英語が話せるわけでもない。何のスキルもないあなたをまともに雇うメリットなんてないわ。断ったこと、後悔させてあげる。山上課長の冷たい視線にゾッとしたが、俺は負けるものかと睨み返した。しかし、俺はすぐに後悔することになる。しばらくすると、実家の和菓子屋にありもしない誹謗中傷が貼られるようになった。夜中に誰かが張っていくようで、ずっと見張っているわけにもいかず、されるがままだった。誹謗中傷の内容は、母さんが浮気して、親父が苦しんで自殺したなど、ありもしない誹謗中傷なのだが、信じる人も出てきてしまって、わざわざ店まで来て噂を確かめようとする客までいる。母さんもみるみる元気をなくしてしまい、俺は山上課長に歯向かったことを後悔した。実家の和菓子屋を開けることが難しくなり、ついに店を畳むことになった。力のない人間は言いなりになるしかないのかと、やるせない気持ちになる。会社でうまく立ち回るために自分を曲げることは辛いけれど、こんなことになるなら我慢すればよかった。閉店のお知らせを出した翌日、廊下で山上課長とすれ違う。あの張り紙は山上課長の仕業ではないかと疑っていた俺は、物言いたげな顔をしてしまっていたようだ。山上課長が俺を呼び止める。何か言いたげねえ。言っとくけど、実家の和菓子屋が潰れたのは私のせいじゃないから。山上課長は鼻で笑った。その瞬間、疑念は確信に変わる。あの張り紙は山上課長の指示だ。そもそも中卒で若いから可愛がられてるだけで、何のスキルもないあなたにできることなんて何もないのよ。実家の和菓子屋が潰れるのも時間の問題だったんじゃないかしら。山上課長にとって、中卒なのがそんなに問題なんですね。確かに俺はまだ新米で仕事ができるわけではないですけど、熱意を持って仕事に取り組んでいます。それに事務員は営業のように数字で評価される仕事ではありません。目に見えてわかりやすい成果を出すのは難しいと思います。それはともかく、プライベートの用事を社員に命じるような人なら、あの張り紙を誰かに指示してもおかしくないですね。山上課長は眉をピクピクと動かした。私がしたっていう証拠でもあるの？名誉毀損で訴えるわよ。今すぐやめなさい。首よ首。わかりました。俺も山上課長の下では働けません。やってしまった。どうして俺は我慢できないのか。実家の和菓子屋を畳んでしまったのだから我慢すべきところだったのに。俺は退職届を書く羽目になってしまった。店を畳んだ数日後、幸田さんが実家の和菓子屋にやってきた。和菓子を買いに来たというが、きっと俺が廊下で山上課長とやり合ったことを知ってきてくれたに違いない。店を畳んだことは本当に知らなかったようで、心の底から驚いた表情をしていた。詳しい話をすると、幸田さんはふっと息を吐くように笑った。和樹くんのまっすぐなところはお父さんにそっくりだね。実は以前、私の親友の会社が和樹くんのお父さんの和菓子のレシピの一部を買い取ろうとしていたんだよ。和樹くんのお父さんも乗り気ではあったんだけど、どうしても譲れない部分があってね。リビングでお茶を入れていると、俺の知らない親父の話を幸田さんはしてくれた。大量生産するにはどうしても質を落とさなくてはならない家庭も出てきたんだ。結局、交渉はうまくいかなかった。今から思えば他の道もあったんじゃないかと思うんだよね。俺は幸田さんの悲しい顔を見つめる。レシピ提供がうまくいけば別の道があったかもしれない。それは親父が生きていたかもしれないということだろうか。そんなこと誰にもわからない。どうして幸田さんがそんなに悲しい顔するんですか？幸田さんは悪くありません。親父に親友の会社を紹介してくれただけでしょう？幸田さんにはどうすることもできなかったんじゃないですか？どうだろうね。しかし、和菓子屋を畳んでしまったのは本当に残念だよ。私がどうにかするから退職届を出すのはまだ待ってほしい。このまま終わってはいけないよ。俺は幸田さんの言葉を聞いて考え直す。幸田さんが紹介してくれた会社だ。このまま辞めてしまっては幸田さんにも迷惑をかけてしまう。それにすぐに辞めてしまうと、これだから中卒は、と言われるに違いない。山上課長の思惑通りになるのも嫌だった。はい。退職届を出すのは考え直します。親父みたいに仕事に真剣に向き合いたい。そして、質を落とさずに実家の和菓子の味を全国に届けることができたらいいなって思うんです。親父のことは尊敬しているけれど、俺と親父は違う人間だから、いつか違うやり方で叶えます。幸田さんは、ありがとう、とつぶやいて、どこかほっとした表情で微笑んだ。お礼を言うのは俺の方ですよ。本当に幸田さんには感謝してます。もう少し大人になろうと俺は思う。中卒なのは事実だし、何のスキルもないのも事実だった。和菓子が好きという情熱だけではどうにもならない。この日から俺は英会話を勉強し始めた。英会話で何ができるかわからないけれど、とりあえず種をまくことから始めようと思った。すぐに芽が出なくてもいいから、ゆっくりと自分の中で育てていく。いつか花が開くことを祈って。その数日後、俺は社長室に呼び出された。予想はついている。山上課長との一件だろう。失礼します。社長室に入ると、社長と山上課長、それに幸田さんもいる。俺は幸田さんがいることに驚いた。いくら社長と親友とはいえ、この場にいるのは少し変だ。俺が何も言えずドアの近くで突っ立っていると、幸田さんが話し始める。驚かせてしまったようだね。実は私はここの社長秘書をしていてね。この間、和樹くんと話していて、隠しておくのはフェアじゃないと思ったんだよ。言うのが遅くなってすまない。いえ、大丈夫です。少し面食らいながら俺は何とか答える。栗山くん、娘が君にひどいことをしたようで、本当に申し訳ない。小さい頃から厳しく育てたはずなんだが、まさか部下を使って君の実家の和菓子屋を閉店に追い込むとは。アキコ、栗山くんに謝罪するんだ。私は謝らないわよ。使えない中卒を雇った方が悪いわ。社長は頭を抱えた。そして俺の方に向き直る。すまないね、栗山くん。私は君の実家のお菓子が大好きで、よく幸田に買いに行ってもらっていたんだよ。幸田から話は聞いていると思うけれど、レシピを買い取って全国のコンビニで販売する計画を立てていたんだ。はい、聞いています。俺もいつか親父とは違う形であの味を全国に届けたいと思っています。社長は嬉しそうにうなずく。頼もしいね。その計画に我が社も協力したいよ。ありがとうございます。夢物語ね。馬鹿らしい話だわ。山上課長が腕を組みながら嘲笑う。アキコ、何も反省していないようだな。もうお前はクビだ。どうしてこんな中卒を認めるの？私が大学に行きたくないって言った時は反対したじゃない。大学に行かなきゃ家を追い出すって言って、無理やり大学受験させたくせに。大学に行かずにしたいことがあるのかと聞いたが、何も答えられなかったのはアキコじゃないか。本当にしたいことがあったら、お父さんは応援してたよ。アキコ、もう一度勉強してこい。明日から下請けの会社に出向しろ。絶対に嫌よ。あそこは体力仕事だもの。学ぶことなんてないわ。山上課長はそう言って社長室を出て行った。栗山くん、明日から君の課はしばらく課長不在で大変になる。すまないね。新しい課長が赴任するまで不便をかけるかもしれないが、頑張ってほしい。私はこれからも君の頑張りに注目しているからね。社長は優しく俺を見つめる。社長の娘である山上課長にはひどいことをされたが、社長に恨みはない。俺はこの人に実力を認めてもらえるように頑張ろうと思った。数年後、俺は商品開発部へ異動になる。中卒が一般事務から開発部への移動は珍しいため、社内で話題になった。海外事業部ともつながりがあるかのため、英会話スキルが認められての移動だった。商品開発部では和菓子の知識が役に立ち、いろいろなアイデアを出す俺に対して、誰も中卒という肩書きでは見なくなっていく。それまでは、中卒にしてはすごいとか、褒められてるけれど、少し物足りなさを感じていた。そして先日、社長から俺の実家の和菓子屋と共同開発しないかと話を持ちかけられたのだった。蒔いた種が少しずつ花開くのを俺は実感する。共同開発するにあたって、店の味を完全再現するのではなく、親父が開発したレシピを少しだけアレンジして、手頃な値段で買えるようにした。お店の味はお店でしか出せないというのが俺の考えだ。作戦は功を奏し、商品は子供から大人まで大ヒットする。お店の本格的な味を求める人には、実際に実家の和菓子屋で購入してもらえるように広告を会社負担で出してもらった。つまり、これを機に、実家の和菓子屋を再開することになったということだ。和樹、ありがとう。お父さんも喜んでると思うわ。再オープン初日、母さんは涙ながらに語った。幸田さんも来てくれた。和樹くんはとても面白いね。お父さんとそっくりで、和菓子が好きでまっすぐなところがあるけれども、愚直ではない。先を見通して行動する力がある。素晴らしい才能を持っているよ。山下課長のようにあからさまに中卒だとけなす人はいなくても、陰で言う人間もいただろうに。腐らずによく頑張ったね。これから君がどう生きるか、ずっと見ていたいけれど。もう、決めたんだろう？はい。会社を辞めて、ここを継ぎます。そうか。和樹くんを失うのは、我が社にとっては大きな損失だ。でも、応援してるよ。幸田さんは、眩しそうに目を細めた。あの時、幸田さんの電話を取らなかったら、今の俺はありません。本当に感謝しています。ありがとうございます。また、和菓子を買いに来るよ。去っていく幸田さんの背中を見送り、深々と礼をした。店の中から俺を呼ぶ母の声がして、俺は慌てて駆け寄る。和樹、悪いわね。販売の手伝いを頼むわ。気がつくと、長蛇の列ができていた。俺は大きく息を吸い込み、笑顔で言う。いらっしゃいませ。